FIFA ワールドカップカタール2022アフタートーク。みなさんこんにちは。松村美代です。西達彦です。FIFA ワールドカップカタール2022デイリーハイライト大会12日目の収録が先ほど終了しました。本編はレジェンドスタジアムサッカーキングの特設サイトでご覧ください。さあさあ、まずは日本代表の皆さん、本当におめでとうございます。おめでとうございます。 いや<の>ね、本当に素晴らしい伝説を作ってくれた、ここまでの3試合です。はい、歴史的なワールドカップになっています。うん、私一つ、すごい嬉しいなって思う、今回のワールドカップで思うことがあるんですけど、はい。なんか普段、なかなか連絡を取らない友人とか知り合いの方とも、日本勝ったねドイツ勝ったねそして今ももうスペイン勝ったねという、 メッセージが来たりするんですね。うんうん、なんかこれってもうワールドカップ、そしてサッカー、そして日本代表がつないでくれる、なんかサッカーを好きな人も好きじゃない人も、こうして一緒に喜び合える、本気で喜び合える、素晴らしい時間をくれてるなと思います。うん いややっぱり普段見ない人が見るときに、こういう劇的な試合をしてくれることによって、やはり日本代表って素晴らしいチームなんだって伝わるじゃないですか。うん、ねえ、で、多分、おそらくですけれども、まあ、田中王選手もそうだし、道安律選手もそうだし、まあ、これから、あの、本当に名前が一気にバーッとこう広まっていくような、ええー、こう、スターになっていくんだろうなっていうね。まあ、これからの、ええー、この、 なんていうのかな今のサムライブルーの面々がどういうふうにいい、ねえー、メディアで取り上げられるのかも含めてすごく楽しみだなっていうふうに思ってます。はい。うん、そしてもう一つ、サッカー少年たちがこのワールドカップを見て、はい、どれだけ日本代表に対する思いが大きくなったのかなというところが気になっていて、うん、もうこれだけの大活躍を見せてくれていますから、おそ、うん、らく今サッカーを頑張っている子供たちは ワールドカップ出場、そして日本代表を目指して頑張ると思います。これからのね、サッカーがとっても楽しみになる、ここまでの時間を過ごしていますね。そうですね。うん で、やっぱり、なんとなく今回の大会ですごく思ったのは、まあ、今までその日本代表というのは、あの、まあ、ヨーロッパに対して、まあ、言ってみれば若干のこう、引け目というか、あの、力の差が間違いなくあって、まあ、リスペクトをしながら、まあ、例えばドイツに勝ったとしても、えー、やっぱりスペインにはちょっとなかなか厳しいんじゃないかなって、まあ、僕らも含めてすごく思っているところがあって、で、やっぱり前半、あのー、 何て言うのかなやっぱり相手は強いよねっていうリスペクトでこう見ていた人も多かったと思うんですよ。だけれども、うん、多分選手たちは、それの中でも、そういった展開の中でも自分を死んでる気持ちを忘れずにそのまま貫徹できるだけの、やっぱり物を自分の中で自信が育まれてるっていうところは、うん、なんか改めて、なんか日本代表すごいんだなっていうことのリスペクトをよりなんか高める、そういうところだったかな。 って思いましたね。はい。表情から伝わってきましたよね、今回。そうですね。本当に本当に。後半、あれだけの、えーうん、1>, 1点差で迎えて、もう1点でも決められちゃえば、まあ、どれだけ選手がしてたかわかんないですけど、決勝トーナメントが厳しく、えっ、ー、と、敗退となってしまうっていう展開の中で、見せていた表情が、うん、結構こう、自信に満ち溢れている表情があったんですよね。ね。えー、あれ、 確かドイツが、あの、もうか、えっ、ー、と、勝ち越してる段階だったから、あれもし日本が、えっ、ー、と、1点でも失点しようものなら大変な状況だったんですよね。そうなんですよ。もう、うん、天国か地国か、そのような展開になってたんですよね。うん だからあれ、まあ、後でね、おそらく記事は出てくるとは思いますけれども、うん、選手たちにどういうふうに伝わってたのか、あの、その周りの情報、あえて伝えなかったのか、うん、あの、それとも、あの、伝えてやっていたのかも含めて、なんかその辺の真相はちょっと知りたいところありますよね。はい、知りたいですね。どうなんだろうね。ねうん。どっちがいいですか自分が選手だったら知ってたいですかし知らないでいたいこれ、あの、 それこそ、ホンダさんとマキノさんの間でも、なんか意見が分かれてるというか、うん、あの、そういう感じだったんですよ、中継見て,てまあ、で、まあ自分は、どうなんだろうなうん、もう知らない方が、なんか、自分はなんかこう、知っちゃうと縮こまっちゃうタイプなんで、これは、あの、あ,あくまでも素人の、あの、メンタル豆腐な、あの人としての意見ですよ。あの、<laughs> <laughs> なんですけど、まあでも意見が相違するっていうのは、これ選手によってもそうだろうし、 ねなかなか難しいところだろうなっていうのは改めてこう見て思いましたよね。で、しかも結構スコアが動いたじゃないですか、向こう側が。うん、ねあれってどうなんだろうなって思いながらちょっと見てましたけどね。はい。うん、もう立て続きに最後ドイツが得点を決める中で、うん。まあ本当やめてくれっていう気持ちもあったけど、もうこれは私たちが勝つしかないんだっていう逆になんか背中を押された気分になった。 そんな気持ちになりました。ね本当ですよね。<laughs> 試合後どういう感じになりましたまた、あの、ジャケット脱ぎましたあね、<laughs> ピンマイクどっか行っちゃうみたいなね。あのー、まあ、ただ、あの、どちらかというともう試合終わった段階では、あ、うん、なんて言ったらいいのかな。もう他の国がどういうふうに、あの、報道してるかなっていうふうな感じのところが気になって、やっぱり世界を驚かしたわけじゃないですか。はいえー、な日本 あの、ジャポンとか、あの、ジャパンっていうふうに、あの、SNS で、あの、エゴサをかけて、どんな感じでやってるかなっていうふうに、あの、見たんですけど、あの、レギップ、フランスで最大の、あの、スポーツ新聞がありますけれども、その、なんていうか、見出しというか、あの、ツイッターの、あの、アカウントには、ええ、プロジェクトブルーロックみたいな、そういった意味がね、あの、載っていて、ド安ワン選手の写真がドーンと載っかっていて、うん、やっぱり、あの、青い岩が、 結束をして、えー、そして、えー、スペインをね、破ったと。ラロハ赤を、えー、青い岩が破ったみたいだ。そういう、ね、タイトルになってて、あこれはなんかいいなって、やっぱり世界を驚かしてるなっていうふうに、まあ、改めて思った、えー、感じでしたよね。 嬉しかった。うん、嬉しかったな。で、まあ、あのね、日本代表の話は、えー、したいんですが、私個人的にちょっと、あの、ごめんなさい。どうしてもフランスのね、うん、サッカーずっと追ってるんで、ちょっとレブルーの話もしたいなっていうふうに思ってるんですけれども、昨日行われた試合なんですけど、あの、まあ、レブルーにか,か、変わらずなんですけど、昨日の、あの、 フランスと、えっ、ー、と、チュニジアの試合の一番最後に、えっ、ー、と、グリーツマンが、えっ、ー、と、ゴールをしたかどうかみたいなシーンがあったんですよ。あの、ぜ,ぜひ、後で皆さんご覧いただくと、これ、すごく難しい、あの、オフサイドの解釈のシーンなので、あの、見てほしいなと思います。あの、最初に、あの、ゴールが決まった後に、v r が来て、で、その v r を経て、オフサイドになったんですね。 で、あれって思う方がいらっしゃると思うんです。それは何かっていうと、今大会、オフサイドは、そういえば、半自動オフサイドラインシステムが導入されているから、それ、オフサイドで VR ってどういうこっちゃねんっていうふうに思う人がいると思うんですよね。で、これ、半自動の、まさに半自動、あの、人の、なんていうのかな、力が関わるところの部分のシーンなんです。で、しかもこれ、 この夏からの新解釈のルールが適用されたという非常に、あの、象徴的なあのシーンなんで、あの、振り返りたいなと思ってるんですけれども、うん、あの、グリーズマンまず最初オフサイドポジションにいたんですよ。で、そのオフサイドポジションから、えっ、ー、と、戻って競り合ったところで、えー、っと、なんていうのかな。あの、競り合ったところでディフェンスと、あの、競り合いで、 えっと、相手のディフェンダーが、あの、なんて言ったらいいんだろうな。捨てり合った形になったので、かろうじてその、えー、クロスが来たボールをクリアしたみたいな、そういった形になったんですね。うん、で、これが今年の、えー、夏からの新解釈で、あの、いわゆる意図的なプレーをしたらオッサイと、 だよっていうふうに今までのルートにはなったんですけれども、それが意図的なプレイじゃなくて、跳ね返りなんですよっていうふうに判断されるようになったっていう新解釈のシーンだったんです。はうん。で、これすっごく難しいオスタイルのシーンで、これ、あの、もう白状しちゃいますけど、自分が実況だったらこれは一発では説明できないし、 で、実際に中継見てても、これをすぐに、あの、説明は、あの、実況の、あの、解説の方もできてなかったんですね。うん、うん。なので、ちょっとオフサイドの勉強になるシーンなんで、ぜひ、あの、ルールにちょっと詳しいぞっていうふうに思ってる方は見ていただきたいシーンなのと、うん、あともう一つ、これ。VAR の運用に関して、多分大きな問題にはなってないと思うんですけど。フランスが首位通過をしたんで。だけれども、これ、えー、もし順位がかかっていたら、めちゃくちゃまずい事態があったんです、一個。うん。 で、それ何かっていうと、うん、実はそれ、あの、試合終了間際のシーンだったんですね。で、VAR が入ったんですが、その前に実はですね、プレーを再開する笛が吹かれてたんですよ。お<う>で、これに対して今、えっ、ー、と、フランスサッカー連盟 FFF が、えーうん、抗議をしています。はい。つまり、どういうことかっていうと、えっ、ー、と、ゴールが決まりました、チェックします。で、 ピーって笛が鳴ってプレイ再開されたら、うん、もうその段階で、えっ、ー、と、主審は判断を本来的には覆せない。VL <ー>がもう介入できないっていうことになってるはずなんですよ。<ー>にもかかわらず、その笛が、再開する笛が鳴った後に、VL が介入して、ひっくり返ってしまったんで、これ多分競技規則の運営上ダメなんですよね。ああ<ー>。それかあの、生まれてしまっていて、あんまり、あのー、 ほどない、ゼロではないんですけど、あんまりされてはないんです。うん、あの、まあ、試合の勝敗にもかからないし、自由にもかからなかったんで、結果的に良かったんですけど、これ、なかなか結構、あの、大変な間違いが起きているので、うん。うん。これはね、ちょっと、あの、皆さんに知っていただきたいなというところで、あの、アフタートークで、あえて、すいません、あの、日本の喜びで全て終わらしたかったんだけれども、いや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 、あの、伝えたいところあの、まあ、正直ね、あの、 フランスにとっては、まあ、これが決まろうが決まらないが全然いいんですけど、うん、この後ですよ。これだけ VAR が今すごく言われていて、かつその半自動オフサイドライン、オフサイドシステムというのが、どういったものか、うん、あの、なんで半自動自動でいいじゃんっていうふうに思ってるようなものも含めて、うんうん、いろんなものの議論になりそうなネタがいっぱいこのシーンに詰まってるんで、うん、ぜひ、ちょっと決勝トーナメントが、あの、始まる前に、こんな、 シーンがあったらどうなるんだろうな、みたいなことを、あのシーンを見て、ぜひ、あの、確認をしていただきたいなということで、はい、このシーンをご紹介しました。はい、ありがとうございます。いや、これからのサッカーにとってとっても大事な部分ですよね。でもあの VR とか、あと、うん、オフサイドのあのね、シーンとか、今回結構多いじゃないですか。うん、多い。あれ、どう <laughs> どうって聞いたのもあれだけど。<いや> <laughs> <laughs> プレイヤー目線として。<laughs> 嫌ですよね。私はだってそんな状況でそんなこう完備されたところで一回もやったことないからそう思うけど、絶対嫌ですよ。だってさ、オフサイドだって結局、あの、遅いから続けなきゃいけないってことですよね。そうです。オフサイドリディアが必ずかかりますからね。攻撃にとってはいいかもしれないけど、うん、まあいいのか悪いのかちょっとわかんないな。うん、その後どうせオフサイドだって思うから。うん。けど、守備にとっては、その分走らなきゃいけないわ,わけですよ。 ね、オフサイドが鳴るまでやらなきゃいけない。絶対オフサイドだろうと思ったって走らなきゃいけないわけですよ。うん、そうなると、ちょっとしんどいだろうなっていうところと、あとはなんか、まあ、自分がやってた時代か、こう人間味あっての時代でサッカーをしてきたので、なんかそこまで機会が入っちゃうと、まあ、今回のね、日本代表で救われた部分もありましたが、あー最初は嫌って思う感情になるだろうなって思います。 あと、うん、あの、PK の時も必ずほら、あの、チェック入るじゃないですか。入りますね。で、えっ、ー、と、そうなった時に、その後の PK キッカーって、大体、往々にしても、もう、命名発覚な PK 以外に関しては、大体 VR チェックが入ってから、ちょっと変な間が空いてからのキックになるでしょ。うん。あれってどうなんだろうなって思うんですよ。いやきついですよ。ね。 うん、足が一回止まった後に止まってるボールを一気に蹴るのもきついですし、うん、気持ち的によっしゃ、絶対やって、やるぞ、みたいなところで一回プレーが切れてしまうと、まあまあまあ、プロなのでね、その後にのモチベーションは、うん、あの、まあ、さすがだと思いますけれども、素人の私からするとちょっときついですよ。ね。で、うん、多分その間に、あの、駆け引きに武田キーパーなんかはいろんな駆け引きやってくるじゃないですか。 うん。<laughs> ね今回ね、止めてますもんね。いや、そう、結構多いんですよ。だから、そういうことも含めて、うん、あと、アジアタイムの長さも含めて。ああ、長すぎ <laughs> <laughs> なんか、ね、今大会はいろんな意味で、この VR とか、あの、オフサイド周りとか、そういうところは、まあ、言ってみれば、今後のね、あの、フットボールがどういう姿になっていくのかっていうところの、うん まあ、境目になってるっていう、そういうね、大会なのかなっていうのは、ちょっと改めて、ねえ、ここまで試合見て思いました。はい。はい、ありがとうございます。まあ、あの、喧嘩が起きてないですね、審判のあれによって。<あ>その,今回のそうですねフ。フランスのはちょっと議論ありましたけれども、うんうん、試合中に、頭突きとか、そういうことはないっていう。<laughs> <laughs> もう、あの、それやっちゃうとね、もうビデオがもう今目光らしてますからね、今ね。<laughs> はい。もうファールだろうが何だろうが、うん、もう全部チェックしていくらが大丈夫だ、みたいな。そういう心構えでみんな切り替えてますからね。ねそのあたりは。<laughs> フェアでいいのかもしれないですね。そうですね。<laughs> まあいろいろお話ししてきましたが、この後、まあ一番大事なのはこの後日本代表はクロアチア戦が12月5日の、うん、日本時間で言うと12月5日の24時かな。うん、夜に行われますので。ええー。はい。来週の月曜日っていうのかな今日です。はい。うん。なのでぜひ皆さん応援していきましょう。もうこっから先に関してはもう本当に一戦一戦ですよね。うん。で、やっぱり ね、この決勝トーナメントの初戦っていうのが、本当に、まあ日本にとっては一つ大事なというか、やっぱり乗り越えなければいけない壁でもあると思うんで、本当応援しましょうね、みんなでね。応援しましょう。森安監督は今大会ベスト8を目標に掲げていますから、うん。みんなで導いてあげたいですね。ね。うん。ここのスペインにドイツに勝った素晴らしい大会では終わらなくて、この後の決勝トーナメントしっかり勝って、 もう一生記憶に残る大会にしましょう。はい。はい。えー、そして大会13日目は日本時間深夜0時、グループ H の韓国対ポルトガル、ガーナ対ウルグアイの試合からスタートします。明日も FIFA ワールドカップカタール2022デイリーハイライトとアフタートークをぜひご覧ください。それでは皆さん、また明日また明日バモニッポーバモー ワールドカップカタール2022デイリーハイライトレジェンドスタジアムかけるサッカーキング特設ウェブサイトでフルバージョンを公開中。